インノケンティウス2世は、第164代ローマ教皇。本名、グレゴリオ・パッパレスキ。出身はローマ。家系は、貴族で、1122年に、教皇カリストゥス2世から、女債数基教に任命され、同年のボルムス教約締結交渉に参加。教皇特使も務め、経験かつ魅力的な人柄で人気を集めた。 1130年に、教皇ホノリウス2世が死去すると、数奇教の間で、インノケンティウス2世と対立教皇アナクレトゥス2世の、両派に分裂して構想した。若い進歩派の北、イタリア・フランス出身のグループは前者を、高齢で保守派のローマ出身数奇教のグループは、後者を選び、進歩派は、パパレスキを、教皇インノケンティウス2世に選出したが、反発した。 保守派は、ピエトロ・ピエル・レオニオ、教皇アナクレトゥス2世に選出、シチリアオール・ジェーロ2世の支持を得た、アナクレトゥス2世に、ローマを抑えられたため、フランスへ亡命せざるを得なかった。フランスでは、クレルボーのベルナルドゥス、ドイツ王ロタール3世、フランス王ルイ6世など多くの国々の君主や、教会に支持され、ロタール3世に、 正式な神聖ローマ皇帝として退官する見返りに援軍を要請して1133年にローマへ進軍した。しかしこの時はアナクレトゥス2世の反撃でピサに退却した。5年後の1138年にアナクレトゥス2世は死去後継者にウィクトル4世が擁立されたが彼はベルナルドゥスに説得され2ヶ月で退位した。 このため、翌1139年に、第二ラテラン公会議を召集して、事態の収拾を図り、教会改革を行おうとしたが、同年のルッジェーロ2世との戦争に敗れて、捕虜となったため、彼に、シチリア王位を正式に与え、イタリアの広い領土も譲る和睦を結ぶことを、余儀なくされ、捕虜から解放、ルッジェーロ2世の指示を得て、ローマへ戻り正式な教皇となった。 しかし、ローマではその後も、党派争いが続き、1143年9月24日に、教皇が死去するまで、不安定な時期が続いた。教会改革は何ら成果を上げられず、ピエール・アベラールの学説を排斥したことだけが、教理史上で特筆されることだった。他の出来事には、世俗君主との争いがあり、アナクレトゥス二世派のアキテーヌコ・ギオーム十世は、 ベルナルドゥスと対立、ルイ6世の息子ルイ7世は、王妃アリエノールダキテーヌにそそのかされ、義妹ペトロニーユダキテーヌとベルマンドはクラウル一世を、結婚させるため彼と、前妻、エレオノールド・シャンパーニュの婚姻の無効宣言、教皇が任命した、ブールジュの大司教を受け入れを拒んだ。このため教皇は1142年に、ラウル一世ペトロニーユと結婚関係者の、 聖職者たち及び、ルイ7世を破門、フランスの政務停止命令を下した。ABCD キリスト教人名辞典、P144。ABC スチュアート、P121。ABC バンソン、P97。新カトリック大辞典編纂委員会、P560。新カトリック大辞典編纂委員会、P560、P561。 ABC 進カトリック大辞典編纂委員会 P561 スチュワート P121P122 バンソン P97P98 キリスト教人名辞典 P559 キリュウ P26P28 石井 P53P57P116P118 スチュワート P122 バンソン P99 ありがとうございます。